いや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 、それやるんかいと思ってね、あの時は。そうなんですよ。失神しました。そう。だそれは、失神それは。映画見ましょう失神しないで。失神した。いや、この映画、山田先生も多分何回か失神するんですよ。失神させられますよ。だ冒頭からやばいんですよ、やばいです、それは。だから、うん、その説明も入りますね。だからなんでシン・ゴジラから始まるかというタイトルが、ウルトラ Q のロゴで、なんとシン・ゴジラと始まるというね。その人は、えっと思うんですよね。えっと思いますよね。おやおや、どうしたの、はい、はいはいはい。うん、そしたら、シン・ウルトラマンって出てきて、バンと。ほう。そしたら、ウルトラ Q 始まるじゃんって。そこで、はい、私たちみたいな大人は、はい、まず第1回目の失神、はい、失神が始まります。奥野さん冒頭じゃないですか、はい、え、どういうこと、ウルトラ Q になるってどういうことなんですか。これね、あのね、最初の始まって5分ぐらいで私たちはまず失神するんですよ。そうですね。そこもなんでか、なんでかって聞いてるんですよ。いや、だってウルトラ Q から始まったからってことです。そう、ウルトラ Q から始まるってのはどういうことなんですか。ゴメス来る普通。え、どういうこと、ゴメス。先生、ゴメス。はい、わかります。じゃあ説明しますね。先生、ゴメスってどういうことなんですか。いや、そういうことなんです。つぶらやプロはゴジラ作ってるじゃないですか。はい、で、それはいろんな怪獣出てくるシリーズあるじゃないですか。これを今度テレビで毎週出すぞ、新しい怪獣っていうことに踏み切るのがウルトラ Q なんですよ。だから、ゴジラは年に何回かしか新しい怪獣見れないよっていうのが毎週できちゃうってことで、もう驚愕。手塚先生はそれでやられちゃうわけです。アニメの天下が変わっちゃうわけです、うん、そこで、うん、で毎週出てくるぞ怪獣だけど、ウルトラマン出てこないんですよ、うん、ジタバタするんです人類が、はいはいはい、でそれちょっと不思議な SF ファンタジーをやってるんですよ、ちょっと怪奇的な感じ、はいはいはい、それがウルトラ Q です。でこれがあってからのウルトラマンなので、うんうん、ウルトラマン登場なので、うん、最初にその Q をやらないと嘘なんですよ、うんうん、そう、だから解説動画としてはウルトラ Q かゴジラ、ウルトラ Q ウルトラマンの流れなので、間にシン・ゴジラの後にウルトラ Q、 シン・ウルトラ Q やらないけど一旦入れないとダメなんですよってヒデがこう立ってるんですよ。ほんまや、むっちゃ横で話されてるわ。そう、そういうことです。そうで、これ奥野さん理由があるんですよ。それなんでそういうことがヒデはやることになったかというとですね、うん、シン・ゴジラにまず一つの原因がありますよね。シン・ゴジラの冒頭ですね、牧教授が、お前、俺は好きにした、ね、お前も好きにしろと、言いますよね。うん、で、これは、いわゆるその岡本喜八オマージュでもあるんですが、はいはい、似たようなことを先輩がやってるんですよね。もう、うんうん、この人、やりきって好きなこと始めちゃってるんですよ。なるほどね。先輩が。風立ちぬとって。で、これは明らかにこの時期的に重なってます。はいはいはい、もう、俺は好きにするぞって言ってるミヤさんがいて、うん、で、あ、ミヤさん、僕もちょっとだけ好きにやりますって言って、うんうん、一旦シン・エヴァンゲリオンを作るのやめて、うん、気晴らしに作ったシン・ゴジラの方に、めっちゃ熱くなるんですよ、この人。はいはいはい、で、大成功をするわけですよね。うん、それで、あ、ちょっと待って、これいいんじゃねえかみたいな話に なっていくっていう展開になっていくということ。そういう意味で、奥野さん、普通の映画だと思ったでしょ、あなた。普通の映画っていうか、まあ、普通のウルトラマンと思っていた。と思ってたでしょ、うん、うん。だから、ウルトラマンっていうものを求めていくと、うん、ちょっと肩透かしを食らっちゃったというか。うん。うんうん、だけど、僕ら、いや、あの、下村さんみたいな人間にとっては、そう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 。そうや、そうや、そうや。痛がる、痛がる。ガボラ、ガボラ。このね、並んでいる、まあ、散々皆さん言ってますけど、この怪獣たち、4本足でこうやって這いつくばるタイプの怪獣たちが連続で出てきますけど、あれはそもそも一体の着ぐるみの頭だけ変えて作ったっていうのをみんな知ってるわけです。最初はこいつ、それ次はこいつ、次はこいつを変えてこうなったって、最後なんだっけ、有名なね、ゴジラのあれに襟巻きつけたやつとかも、あ、ジラスとか、そうそうそう、はいはいはい、だそういうパターンで円谷さんは、うんうんうん、なんとか白い出たわけですよ、はい、これで最も有名なやつがゴジラに角つけちゃったやつですね、ゴメスです。でそれが そうです、それが冒頭で出てきます、ウルトラ Q のそのところでいきなりゴメス出てくるんです。粋なことしますね。そうです、でゴジラに角つけてゴメスで、その時のゴジラがシン・ゴジラに出てたゴジラなんですよ、はい、マジで。そうなんです。だからね、余計に泣くの、シン・ゴメス登場っていうこと、ゴメスが出てきた時は本当それ、その音楽で、そうです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 、
あれで泣かない人いないと思う。ちょっと黙ってもらえる？状況盛り上げようかな。でも言いたくなるよね。そうそうそう、いや俺がトラマルと富樫と何っていう、ね。なんで男塾の話？だからその知ってれば知ってるほど、うん、もうやばいんですよ。鳥肌立つようなことを次から次へと仕掛けてきて、はい、で向こうがこの画面に透明なネロンガンになったヒデが立ってるんですよ。これで俺たちは見えるんですよね。そう、そうヒデが。画面にずっと今のわかるよねってそうあのネロンガヒデが画面の前に立ってて、うん、いたそう今のわかったよね、今のわかったよ、ね、見えた、そう 3D メガネかなんかかけてた。お前らには絶対わかんないよ、だって知らないもんウルトラマンのこと。でも俺たちは知ってるもん、知ってるもん、同じ映像見てたかな知ってるもん、知ってるもんね。そうでも、ね、うん、ゴメスが出てね、うん、マンモスフラワーさんが出て、うん、ペギラが出て、そうヘギラ出てきた。え、ちょっといいですか、はいはい、ほんま怒るかもしれないですけど、なんすか、あの冒頭の、うん、あダイジェストの回って全部ウルトラマンに出てきてたやつ、ウルトラ Q、 Q ですね、あ Q に出てきてたやつなの、 Q に出てて、あのカイゲルだけがあの原作かなんかで名前途中で変わってるんですよ。でもカイゲルという名前出てきてあったんですよ、うん、わけわかんないです、ごめんなさい、ね、あれ最初の5分間で本当にもう素晴らしい、うん、そうなんや、よくと出してくれたマウント映画感じ悪いの確かに、めちゃくちゃ、はいはい、うん、あのエヴァのさ使徒に似てんなと思って、あだからあのだからウルトラマンエヴァっつってんじゃん、いやそういうだから最初から言ってんじゃん、で特に帰ってきたウルトラマンの、まあ、影響が強い、うん、でもそれ別にいいじゃんって、だからこれマウント取ってるんじゃないんですよ皆さん、これ俺たちはそれが見たかったよねっていう、これねオタクが死ぬ前に見る走馬灯映画です。なのでじいちゃん死ぬ前にこれ見たかったんだなって思って老害たちの涙を許してほしい。部長息かけてるじゃないですか、もう失神で。まあ、あの 3、4 回とりあえず失神しますよこの映画見たら。その通り。しますよ。死にます。覚えてないじゃん。死にます。いやだからマウント走馬灯。冒頭でウルトラ Q がババーンと来た時にもう愕然として、で本編に入ってしばらくね冒頭たち分かんないんですよ。だから冒頭見落としたんです最初。うん。え？え、あなんか本が始まってるわなって、そうです。なります。何その呼吸で見るのか。もうなるほど。いや不健全だから普通に見た方がいいと思うんですけど。だから二三回ってあそうかこうだったんだと思って、で、あのなんだっけゴメスね、あ、いや改めてゴメスってあ大社だなとかね、もうちょっと動きめとかねこう見ちゃうんですよ。見ちゃいますけど、でもやっぱゴメス出てきちゃったら、であの目が。あのゴメスの目なんだよ、ゴメスの目、ゴメスのあのちょっと性格悪そうなテレスと同じようなあの目です、三白眼です、キャンター見てる、はいはいはい、うん、最初にそれが出バン出るの、うん、すごい、はい、ちなみにマンモスフラワーだけマンモスフラワー3って3付けしちゃった、深い意味はないです、あすいません、なんか特別な思い出いや、あでも特にマンモスフラワーは植物ですか、植物か、じゃあその冒頭も含めて、この新ウルトラマンに出てきた怪獣はすべてもうすでにあったもの、もちろんあったもの、庵野さんが新たにデザインしたものは一切ないんです、いやいやいや、あったものをデザイン変えてる、あデザイン変えてるけど、うん、そういうことね、俺なんか新作怪獣結構出てるなと思ってたもん、うん、最後のそれはないなと思ってたのは最後のあの方だけちょっとね、うん、いや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 、最後の Z に関しては、うん、我々 の、 そのリアルタイム世代はいやちょっと待てよ、いや 何してんねん、いやそこまでいったら、うん、物理的に無理じゃんという、っていう、うん、だけどあの一丁度みたいなやつは当時もう言われてたやつで、それが、ね、元ネタになってるんで、その辺の話もちゃんとします、ね、言われてた、はい、はい、そんなことなんですよ黒さん。なのであのね、今ねあの老害が何やってんだって思ってる方いるかもしれないけど、お前らだって絶対に56条になった時にポケモンの最初のやつでルギア爆弾とかのやつの最新作とか言って泣くんだぞお前ら、絶対泣くルギアで泣く、違う、すでにデジモンのやつのなんかで泣くと思うよ君ら。だからそれは各世代に埋め込まれたあの爆弾であってね、不発弾みたいなのがあって、本当はもっとこう見たかったのにみたいなやつがみんなの心の中に埋まってる不発弾があるわけですよ。でそれが新ウルトラマンで爆発してるんで、我々泣いてるわけです。成仏できるなので、もう、はい、もう光の国に帰れますんで、これでもういいですよね。もう大丈夫そんなこと言わないです。いい人生だった。この映画見ていい人生やったと思って死んで大丈夫なんですか。あの結構満足した。素晴らしい。あのだからさ、あのなんだ、あの4歳5歳の時の、うん、あの時の思い出がバンとリアルで。うん、帰ってきて、うん、とその本当に最初のゴメラペギラさんが出てきた時にね、またさん付けしてますけど、はいはい、あのわっ、ほぼ50年以上ぶりに久しぶりに会って。
った仲間いうか友達いうか親友が元気で現れてくれて、お前元気やったかみたいな、ね、うわ生きてたか生きてたんやって丸いっぱいになってみたいなの含めてすごいこうあ、じゃあコメントでもあるし、同窓会みたいな感じで完全に同窓会だから、スターウォーズの時と同じだし、今回のだからトップガンでまた同窓会がやってる。だからみんな疲れちゃったんで、もう本当に時代がひどすぎるしさ、みんなボロボロだからさ、もう本当に50代の自殺一番多いしさ、だからなんとか生きてもらうためにやってんだって。そうなんですよ。だからもうインフラだよこれ。逆に言うとそれだけ文化のね、その継承というか型のねあれがもうできてるからいい。でこれは若い世代は基礎教養として学べるようにネロンがヒデが立ってるから、あのこれぐらい知ってほしいなっていう、そのもう本当大サービスですよ。ちょっと待って、これもしかして初級編なんですか。当たり前じゃないですか。何言ってんすか。だから全国民はね、最初の5分間だけ見るべきだと思う。そうですね。見るべき。はい、今 YouTube で上がってます。ぜひね、見てもらいたいですね。はい、みんな見た方がいいですよ、これ。勉強になるから。はいはいはい、はい。そうなんですよ、はい。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録をお願いします。